日本中部地方石川県金沢市武蔵が、辻武蔵が、辻武蔵が、辻は、石川県金沢市の地域。金沢市の交通の要所であり、古くからの繁華街でもある。武蔵が、辻の由来が記された石碑武蔵が、辻の由来は、諸説あり、加賀藩政時代に、町人の武蔵昌兵衛が住んでいた、八師の武蔵が住んでいた、武士の中川武蔵守の屋敷があった。 などとされるが、いずれも有利季節ではない。どの説でも人名に由来しており、これが通称として現在でも使用されている。また、辻は道路を表し、金沢城下の三佐寺を形成していた。この三佐寺は、高林坊、宮古市、橋場町へ通じており、古くから交通の要所でもある。九百七十年六月に、武蔵が辻地区に住居表示制度が導入され、 通称名である武蔵が町名として採用された。武蔵が辻は、加賀半世紀より商人が多く、店を構えており、隣接する横安江町と共に古くからにぎわいを形成していた。1930年11月に、実業家、林家かめ郎が建設したビルに、三越金沢支店が5年契約で開業。これ以降、武蔵が辻は、 百貨店を核とした商業地として発展をしていく。1960年代以降は、モータリゼーションの発展に伴い、代表的な商業地を片町に明け渡す。高輪房も商業地として発展を続け、武蔵が辻地区は商業地としての地盤沈下を防ぐべく、武蔵地区の再開発事業を実施。1973年10月1日に、 金沢名鉄丸越百貨店と金沢スカイホテルを各テナントとした金沢スカイビルが開業した。近年、武蔵交差点の一角にあった商業施設大英金沢店が閉店するなど繁華街として停滞傾向にあったが、横安江町商店街の再整備が完了し、武蔵交差点の金沢駅側にある武蔵が辻ビルの解体。 商業複合ビルの建設と大見町市場の再開発が進められてきた。名鉄、エムザ及び金沢スカイホテル大見町市場、立武蔵交差点周辺に北鉄バスグループと西日本 JR バスの武蔵が辻大見町市場バス停があり、特に北鉄バスは市内を走る路線の多くが経由する拠点となっている。バス停の名称は長年武蔵が辻だったが、 北鉄バスは2014年12月1日に、JR バスは2015年2月1日に、武蔵が辻、大見町市場に改称された。その他、金沢フラットバスと町バスのバス停もある。北鉄バスの乗り場は6つあり、それぞれ番号と副章が付けられているため、これを用いて記述する。突起なき路線は北鉄バスグループのものである。これらの 各商店街は2009年3月に新、頑張る、商店街77選に選ばれた。ありがとうございます。